スリーベースってあれ、あのビーチーム初めてスリーベースだったので良かったです。守備ではフライセンターフライをちょっと後ろにやったので、それを今度取れるように守備では頑張りたいです。ありがとうございました。最初のライト前がうまく救えてライトに行けたのが良かったです。ピッチャーでは3点も取られたんで、次の試合はちゃんと抑えたいです。ありがとうございました。